皆さんこんにちは。間違いだらけのテナーサックス第31回。えー、今回は間違いだらけのシースターということでお送りいたします。え今あの私は別なチャンネルでですね、あの自分が初心者だった頃にこういうこと分かってたらもっと良かったのになっていうことをえちょっとアップしている。 間違いだらけの初心者サックス皆さんこんにちは間違いだらけの初心者サックス先に行ってよこの動画は私が初心者の時に「ああこんなことをちゃんと知ってたらいろいろ間違えなかったのにな」というあくまで個人的な思いをご紹介するものですという、えー、チャンネルを今始めているんですけどもその,あの第3回の、えー、ワンスピースの回でですね えー、セルマーの S80、うん、シースター,あーまあ皆さんもあのよくご存知の、えー、多分初めてサックスを買われたりした時に、えー、使われたマウスピースだと思うんですけどもこれをですね、えー、ちょっと <coughs> もう超久しぶりにもう本当に、えー、30年ぶりぐらいですかね、えー、思想したんですけども、えー、これはですね <coughs> 非常に良くてですね。で、ちょっと,は、えー、と改めて、えー、こちらのチャンネルでもシースターの特集をしようと思いました。で私が持っているのはですね、こういう個体ですね。まあ相当これ、シースターも古い感じですね。かなりあのラバーが、えー、緑色っぽく変色してまして、えー、ただあの、えーと、レールとかですね。 えー、テーブルはめっちゃ綺麗な状態で <laughs> 保たれているものでございます。えー、こちらの、の私はの東京に出張に行った時にですね、えー、楽器を、まあ、持って行ったりするんですけども、その時にマウスピースを、えー、と忘れてしまってですね、でまあ、せっかく東京に行ったんで、えー、楽器もあるんでプレイしたいんだけども、じゃあマウスピース、とりあえず使えるものをなんか買おうと思って、 えー、中古楽器屋さんに行きまして、えー、まあ、一番安いので、何、何がありますかっていうことであったのはこちらでございます。もうこれ今、ある程度ちょっと綺麗に磨きましたけど、もうボロボロでものすごい汚い状態で、えー、ただ良かったのは、そのサビサビの、その汚かったんですけども、セルマーの日本締めのリガチャ、えー、純正のやつが付いてましたですね。で、リガチャ付きで確か5000円ぐらいだったと思いますね、その楽器屋さんで。 もう、あまりに見た目が汚いんで、まあそんな値段設定になったんですけども、まあ、えー、そんなでとりあえずそれを購入して使いました。で、その使った時の印象はあんま覚えてないんですけども、えっ、ー、と、今回、その、初心者用の動画でですね、えっ、ー、と、改めてこれをいろいろ吹いてみて、まあ、これは非常に、なんですよね、やっぱりその、ベストセラーなんだけのことがあると、優れたマウスピースだということが分かりましたんで、ちょっとあのー、ご紹介したいと思います。 こちらのご存知のようにシー、まあ、スター開きが1.90ミリですかね開きが非常に狭くてで中はですねいわゆるこのスクエアですねヤマハのカスタムなんかもこれで真似して作ってるんですけども、えー、とスクエアチャンバー、えー、あんまりあのジャズの世界では使われない え、チャンバードともにスクエアになっていまして、で、中はそんなに、その、このカーブも割となだらかであるんですけども、えっ、ー、と、バッフルが、えっ、ー、と、まあ、セルマー特有のこの、えー、ロールオーバーのバッフルが割とこう、ちょっとついてる、こりついてる。こりついてる感じですね。えー、で、セルマーはあの、 すべてのマウスピースに関して言えるんですけども、セルマのマウスピースだとね、まあ、非常にこう仕上げが綺麗で、えー、レールとかテーブルとか、まあ、本当に丁寧に丁寧に仕上げてありますね。だから、個体差があのセルマの場合にはほとんどないというのが、やっぱ安心して購入できるポイントだと思います。今です、これ新品で高いところで2万5千円くらいしちゃうんですけども、 えっとまあ、あのみんな一度は買うマウスピースなんで、まあ、中古はいっぱい流通してまして本当にメルカリなんか見るとですね2000円台から売ってるみたいなそんなマウスピースです、えー、ただまあクラシック界ではご存知のように非常に評価高くて、えー、部分プロの方もこれをずっと使ってるという方がいらっしゃるぐらいクラシック吹奏楽では人気がある。ます で私もこれあの初心者の時に、えー、っと、その時の師匠からまずこれを使えって言われて使ったんですけども、えー、っと、やっぱりその、なんて言うんですかね、あのー、ちょっと細めで、えー、っと、まあ、倍音が少ない感じの、 ちょっとこもった感じの柔らかい音がするっていうようなイメージがあって、まあ吹奏楽とかクラシックにはすごくいいんでしょうけども、ちょっとやっぱジャズで使うにはな、そのジャズっぽさは全くないな、出せないなっていうイメージがありました。やっぱり、えっ、ー、と、まあその当時ビッグバンドの新入部員だったんですけども、周りの先輩がやっぱりオットリンクとかを使っていて、やっぱり太い大きい音が出ていたので、 えとそういう音それからまあオットリンクまあ広いマウスピースを使うとこう何て言うこう一瞬抜けのいいみたいなイメージがあるのでまあそういう音を出したいなっていうことでまあ僕はこれをすぐやめちゃってオットリンクのメタルとか使ってまあ暗部車壊しちゃうみたいなことになるんですけどもえっ、ー、と今思えばですねそれは自分の技量が足りなかっただけでマウスピースとしては非常にそのフレシビリティのあるいろんなことができる、えー、マウスピースだなっていうのが、えー、今回改めて、えー、分かりました。 こちらのマウスピースであのいろんなパターンの、えー、と思想をしてみたいと思うんですけども、えーとまあ、もちろんそのクラシックのマウスピースなんで、えー、高音域のクリアーなきれいな音ね、非常によく、えー、出ますし、まあ、得意な部分で まあ、オーソドックスなジャズのプレイでもですね。あのー、まあ、リードとの組み合わせをちゃんと考えれば、普通にえー、っとまあ、ジャズっぽい吹き方ができると。<noise>

お、あのー、まあ、オープニングが狭いので、えー、っとやっぱりサブトーン領域ですね。サブトーンでしかもその低いを低音域のサブトーンというのは非常にまちょっとなかなかあの難しいものがありますが、まあ、これもあの技術がきちんとあればですね、あのまあ、できなくはないかなということで、えー、こんな感じですね。 A B B A B まあ、あのチャンバーはあ,のある程度狭いスクエアだってこともあって、えー、と割と息がまとまりやすいので、えー、息にスピード感あの、音にスピード感をつけるっていうようなことも、えー、と吹き方によってはできるので、えー、ただやっぱりそのオープニングがあの狭いからですね狭いんでどうしてもその えっと、ファンク系とか、ロック系とか、そういうのって、こう、ついついこう力が入って、えー、っと、どうしても、アンプ車はグッと噛んでしまうわけれどもそうすると、えー、っと、まあ、リードが、こう、閉まって、詰まって、音が出にくくなるみたいな部分ありますが、これもまあ、まあ、僕はうまくできないですけども、あの、うまい方がやれば、全然普通にファンクとか、ロックとか、ポップス、えー、フュージョン、そういうものでも、えー、いけるかなと。 తా 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 తాత 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 もともと持ってる音色がすごくやっぱりいい。やっぱクラシックで使われてるから。もともと持ってるこのマウスピースが作ってくれる音色っていうのは非常にいいし、あとこのラバーの質もですね、えー、まあ本当にこういう値段で出していながらいいんじゃないかなと思うんですよね。あのー、非常にこう、なんですかね、あの、ゴム臭い。もう、あの、これ多分時間が経ってて、そこわかんないです。僕もあの 全然ここはあの根拠もないんですけど、ラバーの質がですね、すごくいい気がしてなりません。あの、匂、まあ、っても音はわかんないんですけど、えっと、すごくこう、あの、ラバーっぽい、ラバーのいい部分が出てるような音質な気がします。なので、えっと、まあ、あの、ちょっとやっぱり普通に使うにはオープニングが狭いのをクリアできる技術がまだないので、 えっと今すぐこれを日常使いにしようとは思わないんですけども、えー、っとただその、えー、っと練習用ですねそのいろんな悪い癖を矯正したりとか何とも,なんてもこノンストレスで、えー、狭いので、えー、っと変なところ力入らずに吹けるんで、えー、たまにやっぱりこれ使ってですね自分の,あの悪い癖の矯正とかあともう一回その息遣いをちょっと丁寧に見直すとか えー、そういうことには非常に、あのー、有効なマウスピースだと思っていますし、やっぱりあの、いいマウスピースに共通して言えることは、こう、吹いてて、こう、楽しく気持ちよいので、こう、いつまででもこう吹いていたような感じというのは、この優れたマウスピースの,の共通の特徴なんですけども、このマウスピースもですね、そういう意味で言うと、本当にあの、ヴィンテージのいいマウスピースと同様に、 えとそういう感じを持ってるマウスピースです。こう吹き始めると、ああ、気持ちいいな、ずっと吹いてたいなっていう感じがあるマウスピースで、これはもう今回やっぱり初心者の頃と、まあある程度、今時が経って今使っているので、全くその辺の感覚は、えー、と違ったし、やっぱり初心者の頃はこのマウスピースの進化に、えー、気づいていなかったというの気がします。なので、まあこれからも、あの、これからちょくちょくね、あの、折りを見て、えー、使っていきたいと思います。 いかがだったでしょうか間違いだらけのナザサックス第31回。今回は間違いだらけの、えー、セルマー・シースターをお送りいたしました、えー。それでは次回お楽しみに。ごきげんよう。さようなら。さようなら。